ジェームズ・ランカスターの肖像、東・インドへの航海は、1600年に設立された、イギリス東・インド会社が初めて東・インドに派遣した船団の航海についての、筆者不明の旅行記である。この航海は1601年から1603年に、かけて、ジェームズ・ランカスターに引きられて行われた。正式な題名は、ジェームズ・ランカスター船長による、ドラゴン号、ヘクター号、 アセンション号、スーザン号の4隻の大型ブ船、並びに丘陵船ゲスト号を従えて、1600年、1601年、ロンドンの貿易将来のために行われた、東、インドへの初航海の期。題名に見える、ゲスト号は、ギフト号の誤りである。ザラストイースト、インディアンボヤージュ、ロンドン、1606、初衆の差し絵。レッドドラゴン号、ジェームズ・ランカスター船長。 1602年、マラッカ海峡にて、ランカスター個人にとって初めての東インド高校は、1591年4月、ジョージ・レーモンドを葬式館とするイギリス最初となるアジア水域への航海であった。この航海は失敗に終わったものの、ランカスターは多くの知識を得た。この旅行期に残されている航海は、ランカスター個人にとって2回目となる東。 インド行きである。1601年2月13日に出港したランカスター自身が船長を務めるドラゴン号以下の船団は病気に見舞われながらもアチェンへ到着し、国王へエリザベス女王に託された新書を渡し、取引を行っている。その後、アチェン国王の援助のもと、ポルトガル船を襲撃し、キャラコ、インドザラサを略奪している。アチェンを出た後に、 万端にて貿易の取り決めを行い、大量の故障を買い集めて1603年9月11日に本国へ寄港している。この功績をエリザベスに認められたランカスターは死者区に除され、東インド会社の24人の理事の一人として活躍した。東インド貿易を切り開くために、ロンドン貿易商らによって7万2000ポンドの資金が集められ、船と雑貨が整えられた。 エリザベス女王お墨付きの貿易賞もいたため、エリザベスは彼らに和親修行の名約を求め、新賞を与え、戦団長ランカスターには戦団の軍立志向権を認めている。ランカスターはテムズ川のウリッジを出発後、カナリア諸島、ブランコ岬、ベルデ岬諸島、南米最東端のアウグスチン岬、そして南アフリカのサルダニア湾を経由している。途中、 ポルトガル船を襲撃し、積み荷を略奪している。また、なや逆風に見舞われ、赤道北側で長い時間を費やすこととなり、多くの乗組員が解決病で死亡している。なお、ランカスター自らが船長を務める。ドラゴン号は彼が用意したレモン汁によって解決病を防いでいる。サルダニア湾へ帰港したのは病人の回復のためであった。ここを、 再び出港する際には、乗組員の体調は回復していたが、この時すでに前線で105人亡くしている。1601年10月29日にサルダニア湾を、出港、セイローレンス島、マダガスカル島東のセントメリー島とアントンジル湾、ログピズ島、チャゴシ諸島、スリランカ東方、スマトラ西北方のニコバル諸島、ニコバル北方のソンブレロ島を経由している。 途中再び解決病に船が見舞われ、レモンとオレンジの缶入れのため、セントメリーに立ち寄っている。上陸した、この島で、オランダ人が岩に刻んだ文字について記述されている。航続船のため船の到着、出発の日付を岩に刻むことは、当時よく行われていたことだった。マダガスカル島滞留中、副船長の一人、ウィリアム・ウィンター含め10名以上が死亡している。 この高級船員の埋葬中、霊法がアセンション号の船長をイリアムブランドと水夫副長に命中し、二人とも命を落としている。この種の事故は当時空砲を放つ習慣がなかったため、珍しいことではなかった。また、幾人かが汚れた水が原因による赤痢で死亡している。1602年6月5日にスマトラ島に到着し、その後、アチェンに到着している。 ここでは、アチェン国王は、アラーアウッティン・リアーヤット・シャーによる歓迎と、女王の親書についての取引が書かれている。エリザベス女王に大し好意的であった国王により、歓迎された、ランカスターらは、親書を渡し入国と公益の自由、関税自主権、裁判権等が認められた。ランカスターはここで故障を入手しようとしたが、不作により少量しか手に入らず、当時故障の主な、 積み出し港であったプリア湾に向かうも、彼らの想像よりも高く、多くを購入することはできなかった。この時、アチェンには、ポルトガルの施設も来ていたが、ランカスターの船にスパイを送り込み、船内の絵図を描かせ、マラッカの兵力を借りて、奇襲をかけようとしていた。スパイを言いくるめ、この計画を知ったランカスターは、国王に援助を求め、 エズの回収とポルトガルの施設の出港の引き止めを願い出ている。この援助によって、マラッカ海峡で待ち伏せをしていたランカスターの船団は、後にやってきたポルトガル船に襲いかかり、キャラコやインドザラ砂糖を略奪している。1602年10月24日再び、アチェインへ戻り、国王へ略奪した商品の一部を送ると、国王はエリザベス女王への親書を彼に託した。 この時残しておいた船員に胡椒の買い付けをさせていたが、プリアマン、バンタンではここよりもより低下で十分に胡椒を買い付けできると知り、11月9日にアチェーンを出港し、バンタンに向かっている。バンタンに到着したランカスターは国王へ新書を渡し、自由貿易、安全保障等が認められた。ここで十分な胡椒の買い付けに成功したランカスターは、 1603年2月20日にイギリスへ戻るため出港している。この時ヘクター号船長ジョン・ミドルトンが病で死亡している。バンタンを後にしたランカスターらがイギリスに到着するまでの記述がなされている。嵐による船の損傷により3ヶ月余り陸に上がれず航海を続けている。行きと比べて極端に記述が減っているのが特徴的である。 セントヘレナ島を経由し、船の修復と食料調達を行った後、アセンション島を通過し、1603年9月11日にイギリスのダウンズに到着した。イギリス東インド会社の台頭とポルトガルの没落の歴史的転換を理解する上で、この東インド高校の旅行機の歴史的価値の高さが伺える。この旅行機の特徴でもある、 ポルトガルやオランダの商人についての記述の多さから、当時の東方交易における、イギリス外のヨーロッパ各国の様子を知る上で貴重な資料であると言える。ただ、筆者が不明であること、題目に、今は、死者と添えられていることからわかるように、航海が終わった後に過失されている可能性があり、やや信憑性に欠ける。なお、交易における内容の細かさや、 この種の記録にありがちな船長への抽象の言葉もないことからおそらくはランカスターと親密な関係にある商人であったという推測ができる。この東インド会社設立第一回派遣の成功は後にイギリスが大発展するきっかけとなる。旅行機という記録が後の航海にとって重要な知識という武器となったこの時代においてこの旅行機も イギリスの東方交易発展の要因となったと言える。ありがとうございます。